先生、はい、とうとう出ましたね。はい、出ましたね。まあたくさんご本があるので、うん、まあこの後もいっぱい続くんですけども、うん、私個人としましては、うん、とってもとっても待っていた本でございました、うん、そういうことですね。はい、いよいよ、はい、私ドクタードルフィンの時代の到来です。はい、このね、今世のこのタイミングで、はい、私の時代にならないといけない。はい、ということで今月ね、はい、3冊本が出るんです。はい、3冊ね。はい、でも一発目、はい、最初はスタートが大事。はい、もうね、今月のいいスタートを切るのに、はい、もってこいの本ですね。バン、消化体革命パワーブック。そうです。、はい、消化体革命パワーブック、名前がパワフルですね。はい、ですよね。なんとね、この前6月に出た消化体革命、はいはい、おかげさまでね、皆様のおかげで、皆さんのおかげで本が羽ばたきましてね、はい、非常に多くの方に読んでいただいております。はい、そして今度台湾でもね、出版されることになりましてね、はい、でまあ、中国圏の人にも読んでいただける、はい、今度は英語圏だと今ね張り切ってるところでございます。はい、まさに消化体革命、皆さんの宇宙との扉を開く本ですね。はい、その本が世に羽ばたこうとしてます、世界に。そしてですね、今回出た本はそれの第2弾、はい、で消化体革命を読まれた方はよくご存知だと思うんですけど、パッと最初開いてもらうとね、革命前夜ということで松下さんのね、物語に近い物語、小説のねストーリーがあったと思います。このお方がね書かれたんですけどね、私書かせていただきました。めぐみ様がね書いていただいてね、本に花を添えていただいた。あれは本当にね、評判が良くて、あの小説読むだけでなんかもう引き込まれたとかね、覚醒するとかね、小説だけでパワーがあるんです。はい、でね、あの実はね、皆さんのためにあれ第1弾でしょ、はい、第2、第3、第4、第5までが来ました。5まで、あと4つね、小説をね、実はね、こしらえていただいてたんですよ。はい、これどうしようかとね、はい、まあ、これはもう宝物ですから、消化体を開くための、はい、人類の消化体を開くためのあんな宝物小説に眠らせて置いておくわけにいかない。はい、いかないでしょ。だからね、はい、どうするかということでね、もうこれは第2弾の本にして、小説を4つまとめて、私のコメントも魂もエネルギーも全部添えて、はい、そしてめぐみさんの小説4冊、私の魂、そここにはいるでしょ、これお方だあれ。ちょっと変わった歯医者さんね、はい、私たち、ね、先生です。あの変態って言ったけど、変態の一人ね、変態歯医者、はい、変態ドクターロックレンジャーズの一人、パープルレンジャーなんですけど、梅津先生がね、お力添えで対談のね、はい、加わっていただいて、またさらにパワーアップ、花を添えていただいております。はい、もう面白い、この小説。もうね、この小説読むだけで、何か知らないけど、いつの間にか消化体が開くんですよ。いつの間にか消化体開く。感動して、ああ、人間で生まれてきてよかった、地球で来てよかったなと思ってるうちに消化体が開いて宇宙とつながってるっていうね、はい、本当に素晴らしい本になりました。それはもう先生とのコラボレーション、うん、先生が消化体革命を世に送り出したいといったところからスタートしてる企画でしたので、うん、ね、なんか難しいものがいっぱいあるんです、はい、なんかこういうね、覚醒するためにはね、もっと目覚めるためにはこういう難しい本読まないといけないとか、難しいことしないといけないってみんな思ってるでしょ。違うんですよね。だから魂が楽で楽しい、はい、ふわってる、はい、ふわふわした状態で扉が、ポータルが開くわけですから、消化体の、はい、この小説はまさにね、楽で楽しい感覚、ああ面白い、ああ嬉しい、ああ楽しいっていう感じ、はい、もう溶けちゃうっていう感じぐらいの魂の喜びを感じれる本なんですよ。はい、だからね、地球人たるものはこの本読まずして、どうして地球に入れるんだと、どうして地球人たれるんだと、そんなものを地球からどっか消えてしまえと言いたいね、この本読まずして。つまり読んでこそ地球人たると、たれということですね。はい、そして先生、はい、今日これ号外でございます。はい、本日
アマゾンから羽ばたきます。そうそして私そうなのね。今日の何時にご購入いただいた方にプレゼントですか。またやっちゃいましょうか、はい、ドクタードルフィン最近ねサービスしすぎって言われてる皆さん、はい、でもね私は愛の塊ですから、サービスすることが私の喜びなのね、はい、最近ね医療持って行ったでしょ、はい、で私の中に眠ってたレムリアの女王、はい、女神の遺伝子がまた再びオンになったでしょ、はい、で実は昨日今日数日前ですね。なな数日前に北海道にいらしたんですよね。数日前ね。はい、そうそう。私もこれ時間感覚、ね。もう時間感覚先生。時空が歪んでるんですよ、いつも。地球の時間空間じゃないんですよ、私。はい、数日前に北海道行ってきて、はい、実はレムリアの霊ラインを開いて、縄文とアイヌの封印を解いてきたんですよ。で私はレムリアに呼ばれて、はい、ストーンサークルに行って、はい、レムリア時代に宇宙とつなげた場所を呼ばれてそこで開いてきたんです、はい、レムリアのエネルギーたち女神たちがいっぱい私も女神ですからね、迎えてくれて、はい、でピカピカピカーと光を出したんですね。もうレムリアのねエネルギーいっぱいなんです。でね まさにねあの今回はねまさにその私の中に眠ってて今花開いたレムリアの女王のエネルギー、レムリアの女王コードというかですね、はい、まさに女王のピンクコードと、ピンクコードってちょっと、ね、変なね、はい、そのスケベな男たちは変なこと考えるんだけども、愛と調和ですよね。ピンクというのはね愛と調和なの、はい、ピンクゴールドなのよ。はい、そんな変なこと考えると男はねとんちょん切られちゃうからね。あんまね、そういうことじゃなくて、はい、あなたの遺伝子にピンクの女王のコードを入れてあげるよと。なるほど。それ何時から何時なんですか。今日の夜、いいですか皆さん、今日の夜の8時00分00秒から、はい、夜の8時59分59秒までにアマゾンでこの本を購入してクリックした人、はい、クリック完了済ませた人はその直後の今日の午後9時00分00秒に私のその女王のレムリアの DNA コードが自然に入るように、もう自動的にインプットされるエネルギーグリッドマトリックスを私がもう仕上げますから、それでもうぜひこのチャンスを逃すの。皆さん人間の中にはね愛のエネルギーが眠ってるの、はい、でも実はオフになってる人がほとんどなの、レムリアの女王のエネルギーを受けることで、はい、ね、あのギフトイン私がさせてもらうことで目覚めるの。だから自分は愛を受けて生きていいんだ、愛に包まれていいんだ、受けていいんだってね、はい、受け入れられることができる、愛と共に生きられるようになる、はい、そんなね人間は嬉しいことは幸せなことはないんです、はい、だからぜひ皆さんね、あの一冊もうすでに買った人って言うでしょ、ええ、きっと買っていただけること、キャンセルしたらね、エネルギーは宇宙そういうの大嫌いだからねやり直し効かないからね、やったことは全部だから、もう2冊目買うの、2冊買った人3冊目買って4冊5冊目でしょ、そんなもんね無限大ですからね、だから何冊でも買えばいいの、はい、お友達、家族に全部配ればいいの、人類に配ればいいの、はい、人類に配り飽きたらワンちゃんにあげたらいいのワンちゃんにも効果ありますかね、うん、植物でも喜ぶからさ、まあ、誰でもあげたらいいんです、ね、だからいっぱい買ってください。はい、わかりました、はい、そしてまた今回もこの本買ってくださった、Amazon にレビューを上げてくださった方には、うん、またまた先生からのギフトの動画をプレゼントするってことをしたいと思いますので、ね、やらせていただきますよ、はい、皆さん、もうサービスしすぎ、ドクタードルフィン。もうね、本当に皆さんにハッピーで、うん、ワクワク、プワプワした、そう素敵な人生を送っていただきたい。これがね、私が地球で生きる意味なんでしょうね。はい、私が愛たるもの、愛という存在であるという証なんでしょうね。はい。わ、はい、かりました。では、どうぞ皆様、ポチッとその時間帯に。ポチッとね、ポチッと、ポチッと。していただきたいなと思います。ポチッと押すね、はい、ハートが開くとかね、はいはいはい、では詳しいことは、うん、ラジオでハピネスのホームページの方にもアップしておきますので、そちらの方もご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。